バントーズは、フランス海軍のフロレアル級、フリゲート4番艦。艦名は、フランス革命歴の風月に由来する。バントーズは、アルストムイコールアトランティーク造船所で建造され1991年6月28日に、気候、1992年3月14日に、浸水、1993年5月5日に、収益する。バントーズは、 命名都市を持たない。バントーズは、フォールドフランスに配備され、海外領土や経済水域の警備を主任務とし、海洋における、初任務にあたる。特に、カリブ海は違法漁業問題や、麻薬の密輸ルートにあたるため、これに対する取締りに重点が置かれている。収益間もない1993年10月には、国際連合安全保障理事会の決議に従い。 ハイチム化石油製品を呼び、武器の禁輸措置のため海上封鎖任務に就く。2005年のハリケーンカトリーナの被害拡大に伴い、アメリカ合衆国から9月4日に、正式な支援要請を受けて、輸送艦 L9031 フランシスガルニエと共に、救援活動に向かう。2007年9月には、アメリカ合衆国とパナマが主催するタイテロ訓練である。 パナマックス演習に参加した。2008年10月には、ハリケーンの被害を受けたハイチに、救援のため派遣される。2009年6月2日には、ブラジルの北東沖9 6 0トル付近にて、墜落したエールフランス447便の、捜索に向かう。BBC レスコートドス16クワーポス、ENL オシアーの2009年6月8日。 ロイターアーカイブ2009年6月2日、ありがとうございます。